んだ？今廊下からすごいのが聞こえた。なんだろう、なんだろう。監督、大丈夫？いや、やられましたね。皆さん、こんにちは。どうしたんですか、監督。学校に来るなんて珍しい。いや、お仕事の絡みでして。私、毎週学校には来てるんですよ。ここしばらくは何事もなかったので、すっかり油断してました。さとこちゃんの罠は忘れた頃に来ますからね。大丈夫ですか、服。いえいえ、ちょうど行水がしたいと思ってたところですからね。実に涼しくていいですよ。さすが監督、ちょっとやそっとのことでは怒らない。その辺が大人って感じだよね。いいですか、前原さん。こういうのは考え方一つで腹立たしくも愉快にもなるんです。要は受け止め方一つなんですよ。水バケツを丸ごと食らって、それだけクールにいられる秘訣があるなら、ぜひご教授を願いたいです。例えば明治から続く古式ゆかしい旧家があるとします。うんうん。そこには大勢の使用人としてメイドさんが雇われているとします。もちろん大きな家ですから、ベテランのおつぼね様と化したメイド長から新米のピチピチしたメイドさんまでがたくさんいるのです。ほら、想像できますか。ほら。新米メイドたちはそのピチピチさと初々しさでご主人様のちょ愛を一身に。でもそれが先輩メイドたちには許せないのです。断るごとに難癖をつけ、いじめていじめていじめ抜いて、ほら、まだこんなに埃が残っていますよ。あー、すみません、もう一度やり直し。バシャー、バケツを逆さにぶっかけられるメイドさん。びしょ濡れのメイドさんが泣きそうになりながら、それでもけなげに、はあはあ、メイドー。はあ、なんだかしんないけど楽しそう。レナもメイドさんいいな。ああ、もうレナまで感化されてきた。ほら、ケイちゃんもいつまでも監督の世界に浸っていない。これさえなければ監督も決して悪い人じゃありませんのに。ん？北条さと子さん発見。さと子さん、これは何ざます。まだ埃が残ってるざますよ。おおおお、お仕置き、お仕置きざます。な、にゃにゃにゃさとこちゃんかわいい天才的な読みでトラップを操るさとこがどうしてこの顛末までは読めないのか、実に不思議だぞ。そうかな。これはさとこちゃんの望んだ結末だと思うな。
思うな。この結末を里子が望んだ？それはどういう意味だよ。人にこういういたずらをしたら絶対に相手は怒って追いかけてくるよね。そういうのもコミュニケーションだと思わない？そんなコミュニケーションすごく嫌だぞ。普通に挨拶から入ってこんにちはってことにはならんのか。あれ、ケイチ君聞いたことない？いたずらばかりしてる人ってね、人に構ってもらいたくて仕方がない寂しがり屋さんなんだって。だからさとこちゃんの罠にかかったらちゃんと怒ったり笑ったりしてさとこちゃんを追いかけてほしいの。そういう猫の甘え髪みたいなの可愛いと思わないかな。とここで驚いて飛びのきますわ。だからここに仕掛ければ絶対にかかりますの。聞いてますの、圭一さん。あ、ごめんごめん。なんだって？このように木の幹に釘を一本打ち付けただけでも立派なトラップになるんですのよ。ちょうどあそこで転げてここに額を打ち付ければ痛いですわよ。釘の頭に人間トンカチってわけか。それは痛そうだな。このトラップは悪い悪人を懲らしめる強力なトラップになりますわよ。どんな悪党がかかるか楽しみでございますわね。そこでなんで俺をチラチラ見るんだよ。俺にこれに引っかかってほしいと思ってんのか。さすがにこれは大怪我するぞ。このトラップはちょっとやめとけ。そうですの。まあ確かに愛がないトラップはダメでございますからね。ではその悪党もちゃんと回収したらかからないように少し釘の位置を。できましたよ。この絶妙な位置でしたら完璧ですわ。いかがです、ケイチさん。お、完璧だな。このトラップに引っかかる悪党が現れるといいな。あはははは、現れない方がいいに決まってますわ。Thank you.